先導は木村銀次郎。続いて千代丸。どうも皆さんこんにちは、みったです。今日は10月11日の火曜日ということなんですけども、水曜日だ、すいません嘘つきました。実は今日は東京ではなく埼玉の秩父市というところで大相撲の秋巡業がねあったんですよね。そして僕それに行ってきました、行ってきて今帰ってきてすぐ動画を撮っているという感じですね。まあ、僕自身大相撲の巡業行くのって2003年以来なので20年ぶりですかね。当時は相撲キッズということで鳥取巡業でね、回し前行って地元の子供枠みたいな感じで、当時はね現在の振り分け親方だっけな、東関親方だっけな、忘れたけど高木盛さんとね相撲を取りました。プロの人に思いっきり当たってって、プロって硬いなと思った記憶があるんですが、まさかのねそれ以来というところで行ってきました。まあ、今日は主にその巡業の感想ですね、そういうものをね話していきたいと思います。この動画の最後には僕がね撮影した今日の幕内の取り組みのね動画いくつかあるので、そちらを載せておきます。まずは巡業ね、久々に行って楽しかったですね。秩父という町に行くのがそもそも15年ぶり、2008年以来なんですよね。僕は高校1年生の時のインターハイが秩父であって、まあ、それ以来という感じだったんですけども、まあなんて言うんでしょうね、秩父本当、いいとこでしたね。田舎だけどいいとこでした。田舎とか言ったら秩父の人に怒られないか、本当に田舎だもんな。でも本当のどかなところでね、いいとこだなって思いましたね。そして巡業ですね、久々に行ったけどなんか大人になっていくとまたいいですね。こうなんかね、なんて言うんだろう、いろいろ出店じゃないけどそういう屋台みたいなのも出てて、なんかこうみんな楽しくねお祭りって感じで、まあ、お相撲さんがその辺にいて、まあ、いい匂いね、瓶漬け油の匂いさせたりとか、まあ本当にいつもの本場所とは違うね緩い感じ、巡業ならではの力士とのね触れ合いがあったりとか、まあ、そういう雰囲気で、ね、非常に良かったなと思います。まあ、僕は十両の稽古ぐらいから見に行ったんですけども、まあ現在10月の初旬ということもあって九州場所までねまだ、ちょっと時間があるということで、まあ、もちろんガンガン稽古してる人もいましたけども、全体的にはねちょっとこうスローというか、まあ、体の調整しながらっていう人が多かったかなという印象ですね。まあ、大関貴景勝とかは相撲取ってなかったし、まあ、朝乃山とかもね相撲取ってなかったですね。まあ、あとは翔猿とかも取ってなかったかな。相撲を取ってるなという印象あったのはやっぱり明生、平戸海とかかな。まあ、大栄翔もね地元ということでやってましたね。明生、平戸海あたりはなんかこうどこで見てもねいつも稽古してるなってイメージはありますね。まあ、今回は埼玉県で行われたというところで、ご当地のね北勝富士、そして、まあ、大栄翔、この2人がね、まあ、主に歓声を浴びていたかなという感じですね。まあ、北勝富士は所沢市、大栄翔は朝霞市というところで出身なので、やっぱりね埼玉の地元かの方からのね声援かなり大きかったですね。まあ稽古自体はね僕も見てましたけども、なんかね意外とっていうかね、僕が結構前の方に座ってたんですよ。前の方のたまりにいたので、たまりもね前から5、6列目ぐらいだったので、かなりこう力士が近くて土俵近くて、まあ、それはすごい良かったんだけども、逆に力士たちが申し合いの時こうガーッと周りを囲むじゃないですか。だからね見にくいみたいなね、あの土俵の中があんまり見えなかったなっていうのは、まあ、こう近さゆえのね、なんて言うんだろうね、
まあ、贅沢な悩みと言ってもいいかもしれません。でもその分すごくやっぱ力士が近くて、もうでかいなって感じですね、力士ね。特にもう湘南の海とか大翔鵬とかね、もうマジでけえなって思いましたね、近くで見てね。あとやっぱり力士を近くで見て思ったのは、やっぱみんなね、体がねでかいのもそうなんだけども、鍛え上げてあるなってね改めて思いましたね。足の筋肉とかがね本当にすごいんですよね。ガチガチでもう力入れるとね、もうとんでもないんですよね。それがやっぱりねかっこいいなと思いましたね。やっぱりこう強い強者って感じでね、よかったなと思います。まあ、そしてその稽古の後にはトークショーがあって、トークショーにはね北勝富士、宇良、大栄翔というところで、この3人がね、なんかこう楽しそうにしてたんですけども、ここでね、まあ、ここでねちょっとこう事件が起きたというか、本当にね分かる人にしか分からないような事件が起きて、この3人が正面、向こう正面とかね、四方をぐるぐる回って見ていくんですよ。で最後に東側、僕が座ってた方を向いて、大栄翔が気づいたのかな、大栄翔が、あみたいな感じで、あれみたいな感じで僕に気づいたんですよ。最初はね、なんか誰か他の人なのかなと思って、僕も後ろチラッとか見てたんですけども、なんかどうやら僕に気づいたようで、なんかこう、なんかね、なんて言うんだろう、マイクをね向けさせようとするんですよ、なんとかね。そう、それで結局質問の最後に僕にマイクが回ってきて、それは大栄翔の指示なのか北勝富士の指示なのかわからないですけど、僕もねなんかこう急にねマイク向けられてね、特になんか質問もなかったって言ったらすごい失礼なんだけども、本当にありきたりな、頑張ってねみたいな、頑張ってくださいみたいな、応援してますみたいなことしか言えずに、本当に他のほとんどの他の人からしたら、なんだあいつみたいな、なんか急にマイク向けられて頑張ってくださいしか言わねえのかよみたいなね、そんな感じになりましたね。これはね全部大栄翔関のせいです、もしくは北勝富士関のせいなので、彼らにぜひクレームを入れてください。僕の回答があまりにも面白くなかったという人もね。このことはね記事にもなっていて、というのも僕最初に言ったんですけども、2008年、15年前に1回秩父に来たと、インターハイで。その時の会場もね、なんだここだったらしいんですよね。僕ねこれね忘れてたんですよ。秩父でインターハイがあったってことはもちろん覚えてるんですけども、場所がこことは分かってなくて、まあ、それをね後にこの記事を書いてくれた知り合いのね記者さんに教えてもらって、まあ、それ以来のね対面となったと、まあ、それ以来というかね、その場所でのまた対面となったということですね。でそのインターハイでは僕が高校1年生だったんですよね。で当時高校1年生団体戦の大将として、鳥取城北の大将としてね出場していたんですよ。でその時にね対戦があったのが埼玉栄高校なんですよね。まあどっちも高校相撲界の強豪高校なんですよね。で当時僕が鳥取城北の大将1年生で勤めてたんですけども、当時ね埼玉栄の大将を1年生で勤めてたのが北勝富士関だったんですよね、当時の。まあ、そしてこの2校が当たって、で2対2のどっちも 2人ずつ勝って大将戦に回ってきたんですよ。で僕と北勝富士関が対戦したと。もうね今でも覚えてます、めちゃくちゃ長い相撲だったと思う。この記事でも1分を超える大熱戦の末で書いてあるんですけども、僕が勝っちゃったんですよね、なんか奇跡でね、奇跡で北勝富士関に勝っちゃったんですよ。それで鳥取城北がこう上に行き、埼玉栄、地元の埼玉インターハイで、まあ、敗れてしまうという、まあ、感じだったようですね。で記事では、まあ、この記者の、ね、方がね北勝富士関に聞いたのか、かなり悔しい負けだったためか今でも鮮明に記憶しているようで、悪夢ですよ、秩父はいい思い出がないと苦笑いしていたと
いうことで、まあ本当はいい思い出ですね。うん、まあ僕からしたらね、本当あの思い出の片隅の一番ですけどもね、北勝富士関にも覚えておいてもらえてね、嬉しいですね。今大活躍してますからね。そしてね、その対戦を当時中学3年生で見ていたのが大栄翔関だったということで、まあなんかそれを見てね、高校相撲すごいなと、埼玉栄に行きたいということで、まあ、埼玉栄にね行くことを決めたみたいな書いてあって、なんかこうね、ちょっとこうエモくなりましたね、うん、懐かしい思い出でしたね、はい。まあ、そして稽古が終わった後は、まあ、ちょっとこう空き時間じゃないけども、まあ、序二段三段目力士のね取り組みがあったので、その時にはあの支度部屋にちょっとこうお邪魔させてもらいましたね。なんか面会という形で翔猿関にねちょっとこう面会しに行ってきました。まあ相変わらずねいつもの感じで楽しくちょっとお話ししましたね。まあ追手風部屋の力士がね固まってたんで、翔猿関がいて、真ん中にはまあ遠藤関、遠藤先輩がいて、でその翔猿の反対側には剣翔関がいたりとか、まあ、大翔丸さんがいたりとかね、まあかなりこう知った顔もいて、まあちょっと話してね、近況を話して、まあ、ちょっと昔話したりとかね、楽しい時間を過ごしましたね。そしたらね、そうやって話してたらこの遠藤関、翔猿関、剣翔関って並んでたんですけど、その奥に大関が壁際に3人並んでたんですよ。貴景勝関、霧島関、豊昇龍関みたいな感じでね。で貴景勝関のところには大栄翔関がいて、まあ、2人いつも仲いいじゃないですか。あ、支度部屋でも仲いいんだと思って見てたら、違う、貴景勝大関がこちらに歩いてきて、見てますよと言ってくれましたね。 YouTube 好きですと言ってくれてたかな、好きです、応援してます、どっちか言ってくれましたね。いやー嬉しかったですね。大関見てくれてありがとうございます。ね、僕はもうめちゃくちゃ応援してますから、まあ本当にそうやって見ていただいてね、本当にありがとうございますという感じですね。で支度部から出ていく時に自然関がいたんですよ。自然関が多いみたいになって、でもうお前来てたのみたいな。自然関、僕の大学の1個先輩なんですけども、いやもう今日自然関、僕芝先輩って呼んでるんですけど、芝先輩見に来ましたよみたいな、嘘つけみたいな、お前どうせ翔猿に会いに来たんだろうみたいな、いやいや今日は自然関を見に来ましたとか言ってね、そんな話してましたね。でそこには金峰山関と錦木関がいて、錦木関もね見てますって言ってくれて、ありがとうございますって感じですね。錦木関ありがとうございます。あとはいつもねあのニコニコしてきてくれる北青鵬関も寄ってきて挨拶してくれて、まあ本当に楽しい空間でしたね。なんかこう、まあ、変な話ちょっとこう昔に戻ったじゃないけども、なんかこう相撲のねみんなに囲まれて生活していたあの頃に戻ったような感じがして、本当にとても楽しい時間でしたね。まあ、それ以外にもね、なんか普通に来てるお客さんで YouTube 見てますみたいな感じでね言ってくれる方も何人かいらして、本当にありがとうございました。まあ、これからも見ていただけるようにね頑張りたいなと思いました。まあ、こんな感じですかね。まあ、このあと取り組みの映像はちょっとね流しとくんですけども、やっぱり巡業はね初めてじゃなくてもうほぼ初めてかな、久々に行ったけども、やっぱりこういいですね。なんて言うんだろう、みんな緊張感もいい意味でないし、ゆったりしてるね、特に支度部屋とかね。はい、ということで秩父巡業行ってきたよという話でしたね。ということで終わり、アディオス。動画流れます、この後。先導は木村仁次郎。続いて千代丸。鹿児島県出身、九重部屋獅子。ウクライナ出身、三日月部屋、佐渡ヶ嶽部屋、関脇、大栄翔、大栄翔出身、大栄翔部屋、大栄翔部屋、
島、モンゴル出身、陸の子である。北海道出身、宮城野部屋、御嶽海。長野県出身、弱の海部屋、遠藤。石川県出身、追い高部屋、龍電。最後は大関、貴景勝。兵庫県出身、時和山部屋。Thank you.